どうも、エルザレットです。それではクリステイルズやっていきまーす。今回はサブクエだね、をやっていきたいなと思います。いろいろ溜まってるみたいなんでね。で、一応、この子は武器屋かな？与えて嬉しいわね。リサは結構繁盛してるみたいじゃないか。まあなんとかね。でもエンゾの赤のクリスタルを独占し始めてからだんだん難しくなってきたわ。ああ、だから未来に行くと伝われてるんだね。マドリーは頭がいいんだからきっと解決法が見つかるよ。そんなことないけど、後半はその通り。実を言うと、解決法が見つかった気がする。というと、古い機械とか骨とか、それ以外の壊れたものが街の中にたくさんあるの。そこには赤のクリスタルが入ってるのよ。使える技術さえあれば。あなたがそんな装置を持っていないとしたら、他に誰が持ってるの？生成処理を完全に自動化する前は手動の道具を使ってたの。それを複製したいんだけど、どこにも見つからないのよ。それで我々に何をしてほしいんだ。20年前に抽出処理の仕事をしていた人がいたら、古い道具を持ってるかもしれないわ。それか設計図。父さんがそんなものを持ってたかもしれない。昔山で仕事をしていたから。いや、アルマンドに尋ねてみるべきかもしれんな。ああ、でここで父親が出てくると。じゃあまずこの子の未来をいろいろと見ていこうか。ここの3人も気になるけどね。ん？ちょっと待った。未来水没してるじゃん。マジか。下道が完全になくなるんだ。下水道の氾濫とかそういうことかな。マジか。すげえな。水の中だもん今。みんなどこ行ったんだ？ちょっと待って。父さん？待って、少し耳を澄ませるんだ。なんか大変そうですな。何かアイテムとかはない？あ、なんかアイテムあるね。紙が入った箱がある。紙が入った箱ね。あ、その箱のことか。で、こっち行くと、まあ未来水の中だからね。ちなみにこの子供は別に、あ、でもそれどころではないってことか。この町の建設を自ら行った者たちがその富の分け前を手に入れる時が来たのだ。これ以上安い給料で危険な仕事はできない。これ以上医者にかかることもできないのに足腰を痛める仕事はできない。これ以上ボロを着てあばら屋に住むことはできない。連中は戦争のために赤のクリスタルがもっと必要だと言っている。だがクリスタルを支配する我々でさえ動物のように苦しんで死んでいくんだ。そんなことどうでもいいだろう。君の父上は見事な言葉の使い方をする。支える力がなかったら言葉に意味などあるのか。でもその通りだわ。何ですって？アルマンドさんの言う通りよ。未来を見たわ。この地区全体が水で沈んでしまって誰もここには住めなくなる。おい、あの子は本物なのか。あ、偽物がいたのってこと。君は息子と一緒に来た時の賢者の一人だな。本当に未来が見えるのか？本当なんです。この地区全体がずっと水に沈んだままなってしまうのが見えます。でも変えられない未来はないということを学びました。止める方法はきっとあります。君が未来で見えているものが私には今見える。奴らが我々を押し尽くそうとすることも分かっている。だがそうはさせないぞ。これ以上山で人が行方不明になることなど許せない。我々の代わりに自動機械を使わせてみろ。失敗するぞ。セントクラリティの富は働く人間たちのものだ。感動的な演説でしたね。演説好きだね。本当のこと言ったまでだ。我々にできるのはこれだけが。
正義の欠如。マリオ has been coughing for. ここはそれかマリオが咳をしている。あの子が飲んだ下水のせいよ。私の家の色を変えたいのどんな色がいいと思う？じゃあ緑。なぜかグリーンだけびっくりマークついてたからね。ナイブの女の子はエメラルドが大好きなもの。ああ、そういうことね。ちょっと変わった。でも沈んでるからよくは見えないってことね。親父は忍耐強い男だった。だがそれでも行動を起こすべき、時は知っていた。子供たちの未来をもっといいものにしたかったから革命を始めないといけないな。父さん？クリストファーか。まだ町にいたんだな。嬉しいよ。まあなんだかんだ息子好きなんやね。まだ山で指導の道具が使われていた頃、そこで仕事をしてたんだよね。試験話は抜きというわけだな。父さん、監督みたいな仕事をしてたんだろ？文字が読める人間が少なくてな。結構貴重な人間なんだね。その頃古い書類を持っていないか、修理の仕方とか、そんな感じの古いものを。本当の目的は一体何なんだ？人助けだよ、本当だっては。嘘っぽい顔してんな。いいだろう、家の脇の箱の中に入ってる。だが大半は何年か前にすっかりボロボロになってる。ずっと前に片付けておくべきだったんだがな。まあそれのおかげで助かる人がいるからね。でちょっとね、マティアスを連れて、この花、美しい紫のバラ。あー、イベントがないから取れないってことか。なるほど。席なぁ。席ちょっと気になるね。いや、僕なんか悪いものを食べたような気がするな。気分が悪い。席はちょっとなんか聞いとかないといけないね。まずは書類。ああ、大の花もある。バラか。あと一個ぐらいありそうだね。これか。父さんの言った通りだ。ボロボロになってる。大丈夫、新品取れるから。それは何とかなるかもしれない。クリスウェル、君の力を使えば、古い書類が簡単に見つかりそうな気がする。はい。取ってきてくれ。これがアドリーの言ってた設計図に違いないぞ。カバンの古い試作品の設計図を入れましたと。まあ、便利な能力だよね。ついでに、お宝もあるからこれも取っちゃおう。カバンにバナポーション入れた。そうだね。車のところが、そうだね。なくなるわけだもんね。これよく画面見てないと、忘れるというか見落とすね、普通にね。これちなみに、親父さんに話すと、Someday. いや、そんなことないか。なし。ここ登れるね。おお、すげえ。宿屋なんだ。結構です。50マーブルね。はいはい。ちなみに、まあまあまあ大丈夫でしょう。ちなみにさ、これさ。あ、未来、水の中だから行けないってことか。はあ、よくできてんね。すげえ。そう、戻ってきたよ。よし、渡すか。これで OK かな。あなたが探していた書類ってこれかしら？インクの跡が全然古くなってね。アルマンドはガラスのケースの中に保管してた。そこはね、そこはね。違うよ。でも僕たちには技があるからね。ああ、なんだか懐かしいような気持ち、この匂い。まるで昨年、昨日印刷されたばっかりみたい。この部分のことは考えてなかったわ。当ててみようか。その説明のどこかにまた何か必要なものがあるんじゃないか。なんていうか、まあその通りよ。これを作るなら電池が必要なら。電池か。
これは難しいことになりそう。電池が必要になるわ。その辺の古いロボットについてるかもしれない。そんなものが見つかるかどうか自信ないけど、できるだけ頑張ってみるわ。結局探しに行くのか。ロボットね、どこで手に入るんだろう。まあ機械倒すしかないか。あんな姿を見せてすまなかった。俺はただこの子で真面目に暮らそうとしてるだけなんだ。奴らのせいで難しいがな。ああ、少しなら。お前はどうぞどうぞ。目標1500。Hey, thanks. いや、ちょっと待って。もうちょっとさ、全然渡すのいいんだけどさ、せっかくだから。ああ、大量渡した。100円しかない。Hey, ちょっと待ってね。1000円稼げないかな。You're in the Wildcat Army. 開脚。I've heard at least. とりあえず一旦渡そう。盗っ人になってるからね、チップ渡した方がいいよね。I could spare. Wow. 感謝の言葉も出ないよ。人生が変わっちまう。1500が結構やっぱ高いんだね。おお、しっかりと。うん、ちょっと良くなったね。で、ここもさ、なんだかんだあるんだよ。あれ、ダメ。話しかけれないね。あなたの大好きなチーズ入りのパネラを作ってあげるわ。好きなだけ。なんかマティオスでできそうな感じなんだけど。うん。特にはって感じだね。はーい。ということで、とりあえず入り口戻ってきたね。で、山の方に行くって話だから、山の探しをしたいんだけど、左側かな。山ってこれ？結構さ、デザインが独特でさ、これは、あってたみたい？合ってるね。よし。ああ、途中人助けもできるね。この場所に入る岸屋山。あ、右側から上がっていく感じか。どうも。Hello there. いや、山は素敵だろ。これが人生ってもんだ。めっちゃごついな、商人さん。ワンちゃんもめっちゃ笑顔だしね。買う。買えないけどね。テントがバカ高いんよ。何もしなくていい。とりあえず、セーブポイントだけね。能力使えないね。お願い、誰か助けてくれ。誰かが狼に襲われてる。急いで助けないと。左側の人全然助ける気ないよね。ドルや。あの、狼めっちゃ強いよ。57。うわぁ、ガードしてそれか。しかも装備つけてたからね。あ、マジか。
で、これはちょっとレベル上げ必須だな。で、これは飛ばそう。これでも40。あー、ちょっとやばいね。100。あー、全体に投げることもできるか、植林だったら。なるほどね、それ便利だね。ちょっと試したいな。でもやっぱ強い、狼は強えな。うん、レベル上げだ。ちょっとレベル上げしよっか。大丈夫ですか？怪我はしてませんか？あんな目にあったにしては大丈夫だ。ただ普段より素早く動かなくちゃいけなかった。あの狼たちの気の荒さは普通じゃなかった。花を集めたいと思ってただけだ。戦いの中で死んだ人たちに墓がない。だからナリブのそばの森の中に追悼の場所が建てられたんだ。とにかく妹はそこに合わせた。戦うことなんかで全然できなかったのにやられちまったんだ。さっきも言ったけど、妹のために花を摘みたかっただけなんだ。昔は山にはいろんな花が咲いていた。でも今は全然ないみたいな。それはお気の毒に。何か私たちにできることありますか？追悼の花を集めるのを手伝ってくれ。違う種類の花が5つかそこらあればいいんだ。ああ、昔はみんな町の周りに明るい色の花をたくさん植えていたんだ。うちの年寄りならまだ持っているかもしれない。聞いてもらっていい？あー、それであの花か。うお、めっちゃ赤。やばくね。ソフィアさん、スキルダメージ高すぎよ。レベル上げてどうにかなるんかな。不気味な色ではないか。赤のクリスタルを集めるからこういう色になるだけだよ。赤のクリスタルはここの土の中に少しずつ見つかるんだ。植物がそれを吸収し、動物が植物を食べる。その結果、動物たちの脂肪や骨にはたくさんのクリスタルが蓄積するんだ。あー、暴走してんだ。じゃあ昔は人間たちが川の流れの中でクリスタルダストをふるいにかけていた。年を取った動物や病気の動物もそのために狩られていた。ひどいわ。残酷に聞こえるかもしれないが、最も年を取り弱った生き物を狩ることで群れの残りは健康に保たれる。ここでは全く別のことが行われているような気がするぞ。数を揃えるために非常にたくさんの動物が加工されておるに違いない。とにかく先に進むぞ。非人道的になってきてるってことだね。あー、やばそうそれはやばそう。戦闘か、よかった。イベントかと思った。水回復か。ってなると、ニュカンドラ行かせて、とりあえずクリスベラ戻すやね。73。えぐいな。
これはやばい。やばいね。あーマジか、それ強すぎるわ。マジか、ちょっと待った。どうやったらいいかな。オーマージいけるか。やっぱヒールか。70に入るんだよな。スタンか。これやべえな。武器色のレベル上がってないのも痛いね。いい毒。本当はね、時間進めた方が早いんだろうけど、いや多分回復が発動するかな。いやまだ回復発動しないか。あーじゃあ右手を先に倒した方が有利に動くわけだね。死んだ。ギリ。ちょっと戻す。はい。これやべえ。マジか。マジか。ソフィア said、これはちょっと金、あ、お金も結構貯まるね。そしたらとりあえず回復してレベル上げしよっか。とりあえずやべえっていうのは分かった。で、OK。そうだな、ウォーターバブルは使いづらいのが結構きついな。しかもダメージ70とか半分持ってかれたからね。これ下の方なんかいける方向ありそうだね。あれ、レベル上げついでにバラ集めとか街に戻ってしようか。あとプリスペル、そうだな、どうしても魔法欲しいね。攻撃の、ああそうだね。で多分もう一体がおじいちゃんになるはずなんだよね。ほい。30で死んだのは100ちょい全体か。あやばっ。でかくなるんだ。あーなるほどね。復元中、刀脚。
これは二人回復いるね。水が付与されてる。あんまりいい状況ではないね。で、毒つけましょう。大変だな。戻して一気に削って、左が過去だからね。どうしてもしいところだね。お、もうちょい。それが強いんだよな。あーマジでやべ。ガード失敗したら終わる。でも1回戦闘で半分ぐらい上がってるから、やっぱレベル上げていいんだね。サンダースフィア。ああ、やっと。サンダー来た。ファイヤーはまだだね。サンダー。サンダースフィアは。一体の敵に対して稲妻を2つ召喚し、電気ダメージを与える。ああ、あれか、ぐるぐる回ってたやつか。タイミングよくそう、3ターンの間、敵をスタン状態できる。ちょっと、戻りましょう。これはテントないといけないね。レベル上げもほんとしないとね。あれ？ちょっと待った。ああ、だよね、だよね、だよね。めっちゃびっくりした、今。動かなかったよね。いや、怖ー。なんか、現実世界に入り込んできてたもんね。ほい。まず一つ。二つ目は右側の公園だね。全部過去だな。とりあえず穴。あ、これで3つ目。で、4つ目は違うか。いや、クリスは久しぶりだな。リチャード、サミュエル、サンコニチャ、ちょっと人の頼みを聞いたりしているんだ。帰ってきたばっかりでもう忙しくしてるのか。親父さんに言ったんだな。暴動で亡くなった人のために追悼の場所を復旧しようとしてる。普通の人があそこに一人で行くのは危険だわ。それで死んだ人が帰ってくるわけじゃないけど、ありがたい話ではある。正直に言うと、今でもかまだ母さんに会う夢を見るんだ。あなたの悲しい気持ちを消してあげることはできませんけど、でも私たちはここに長くいられません。花をいくつか分けてもらえませんか？おー、オレンジ色のバラ。ああ、いいと思う。親父が特別な花を育ってる。そこへ行って一本取ってくるといいよ。あら、まあ、クリストファーじゃないの。あえて嬉しいわ。帰ってくるのもいいものだね、イザベル。元気？毎日何とかやっているわ。楽になるわけじゃないけれど。君のおしゃれな様子は昔のままだね。みんな人生の辛いことから目を背けられるものが必要なのよ。父さんのことお気の毒だったね。ええ、でもどうしようもないわ。父を訪ねて森に行こうと思っているの。このバラを上に。お、この人もか。追悼の場所のためにバラを植えているの。あなたのバラも植えてましょうか。そうね、これはほとんど成長しきっている。あそこで父のために植えてくださったら心から感謝するわ。
緑のバラ。カラフルやな。じゃあ集まったから渡そうかっていう話だね。マリオスペ。このマリオの話は進まないね。てか。大体二三回話すとっていう感じか。おい、戻ってきたよ。これでどうだ。本当にわざわざ花を持ってきてくれたのかい？信じられないよ。さて、それじゃあこっちの作業を始めよう。亡くなった人のために花を飾るという習慣は少し不適切だと思えないか？というと、摘んだらすぐに枯れてしまうじゃないか。それは少々、なんていうか、さらに死を積み重ねているような。ああ、確かにね。花というのは美しさを表すものであるでしょ。生命は儚いからこそ美しいのよ。あいつの言うことなんか気にするな。自分でもよく分かってないのさ。よし、これでいいかどうか。見てみよう。さて、どうだろう。カバンに花束を入れました。まあ、とても綺麗だわ。とても上手なんですね。どうもありがとう。これを追悼の場所まで届けてくれ。それってさ、この森でいいよね。あれ？エバーグリーンの森、前じゃん。ちょっと行ってみよう。エバーグリーンあそこか。戻ろう戻ろう。一箇所あるわ。ここね。だよね。エバーグリーンやね。よし、オッケー。でもこのマップではね、能力解放できないから、難しいところやね。これが追悼の場所だな。どのぐらいの人が亡くなったの？とてもたくさんの人が。若き賢者たちを関係されざる客がやってきたぞ。もううんざりだ。これだけの犠牲では足りないというのか。上がってこい。まさかの戦闘だった。お前らかあーきついね。これぴったし押さないといけない。発動に合わせてね。そう、弱くして、で、スキル、サポ、攻却して、あ、シンクロ減ってるね。マップ出たら減る感じか。いや、むずいな。タイミング、これはむずいぞ。あ、やばい。そろそろピンチ。いや、全然倒れないね。こっちが倒れるわ。マジか、やべえな。あ、これはやばい。いや、倒れないんだ。マジか。どうなってんの？あー、これはどっち来るかな。いやー、でもターン的に足りねえな。やっとだよ。あ
あーマジか。いや強いな、単純に強いね。いや全然倒れないね、こっちが倒れるわ。金足りんな。倒すね。あーなるほどね。ってなると、あーマジか、ロードだからもうこっからだ。俺どこでセーブしたっけ。花束、いや、これ結構戻ったんじゃね、ほらー。あー、マジかー。ちょっと花のは裏でやっとくね。うわー、マジかー。花いべ、全部真っ白。しかもレベルも下がってるから、やっぱそうだね。うわー、エバーニューの森でレベル上げもしとかないとな。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。なかなかの難易度ゲーだったね。まあまあ、そこら辺はまたやっていきましょう。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。